はい、どうもお世話になっております。新機動戦機ガンダムウィングより HG144/1 バイエイト&メリクリウスがプレミアムバンダイより届きました。はい、こちら2021年の1月発送分ですね。販売価格が4180円となっています。はい、商品説明文の方を読み上げますと、新機動戦機ガンダムウィングよりトロワが登場した砲撃戦能力に特化したモビルスーツバイエイトと、ヒーローが登場した防御力に特化したモビルスーツメリクリウスを完全新規造形で立体化、それぞれの機体形状を最新の HG フォーマットで再現し、特徴的な機体カラーを成形色で再現、印象的な武装類は新規設計によりフレキシブルかつダイナミックなポージングディスプレイが可能。はい、ということのようですね。はい、今回はメリクリウス用に専用のディスプレイスタンドとバイエイトの武装用にリード線が付属しているようです。はい、バイエイトとメリクリウス成形色を除くと相違点は頭部のアンテナと、武装類ということになりますので、まずはバイエイトを組み立てて、メリクリウスの方は相違点となる頭部の一部と武装類の組み立てのみをお届けしようと思います。それではバイエイトとメリクリウスについてです。オズに身柄を拘束された5人のガンダム開発者が共同開発した試作機、攻撃と防御の2つの要素をそれぞれに集約した双子機として製造された。主人公ヒーローユイとトロワ・バートンが登場する友人型とモビルドールと呼ばれる無人型の2タイプが存在する。設計のベースとなったのはトーラスとなる。バイエイトとメリクリウスはガンダムを撃破可能なスペックを要求された機体であるが、短期に全ての能力を盛り込むよりもそれぞれに機能を分割し連携して運用することで総合的な戦闘力を向上させることに主眼を置いている。なお頭部にはトールギスと同様の構造を備え、カバーを開閉することで正方形のカメラが露出する。このカバーを閉じた状態でも戦況の確認は可能であるが、視野は狭まる。後にモビルドールとしても利用され、2機に採用された装備群を集約したものがビル5に導入された。はい、ということですね。では続いて個別に触れていきます。まずはバイエイトについてです。青い機体色と頭部の一本角状アンテナが特徴。機体名はエジプト神話の女神バイエイトに由来する。バイエイトは砲撃戦能力に注力した設計となる。主兵装のビームキャノンはウィングガンダムのバスターライフルを強化したもので、独立したジェネレーターを装備し発射数の制限をなくした。ビームサーベルすら装備していないが、兄弟機であるメリクリウスに防御や近接戦を担当させることで、自身は遠距離の死角から射撃による攻撃に徹することが可能となっている。デザインのモチーフは風神。メリクリウスとの対照点は機体カラーとアンテナディテール。攻撃主体の遠距離支援攻撃型であることや単一武装に特化していることが挙げられる。はい、ということです。では続いてバイエイトの武装装備についてです。まずはビームキャノン。大型ジェネレーター内蔵のバックパックと有線接続された大型ビーム砲、ウィングガンダムのバスターライフルを上回る威力と連射性を持ちながら、ジェネレーター直結式としたことで発射回数も大幅に増えている。またビームが広角射出されるために短期への攻撃のみならず、複数機や要塞戦でも使用可能な性能を有している。後のビルゴにもマイナーチェンジを施したものが標準装備され、アルトロンガンダムのビームキャノンにも本武装の技術が応用されている。ビームジェネレーター、ビームキャノン運用のため背部に装備される。使用する際はカバーが展開し
排熱を行う仕組みとなっている。ビームキャノン使用時はケーブルで接続しエネルギーの供給を行う。はい、ということですね。では続いてメリックリウスについてです。赤い機体色と U 字型の頭部アンテナが特徴。機体名はローマ神話の神メリクリウスに由来する。バイエイトが攻撃力を重視したのに対しメリクリウスは防御力を重視している。フィールド発生機プラネイトディフェンサーを展開して防御と近接を担当し、攻撃は兄弟機のバイエイトが行う。単純な防御のみならず近接戦も担当するのは、近接戦を行うことで相手の注目を引き、バイエイト側への敵機の注目をそらすことが間接的に防御へとつながるためと思われる。デザインのモチーフは雷神。バイエイトとの対照点は機体カラーやアンテナディテール。近接戦主体の防御型であることや複数の武装を使い分けることなどが挙げられる。はい、ということです。では続いてメリクリウスの武装についてです。まずはプラネイトディフェンサー。背部に計10機装備される円盤状のフィールドジェネレーター。強力な電磁フィールドを発生させ敵のビームを弾く。ガンダニウム合金を採用しており、周囲の状況によって特性を変化させ、優れた耐熱対衝撃性能を発揮する。対ビーム防御用に開発され、マシンキャノンやミサイルなど実体弾、物理的衝撃にもある程度有効。ジェネレーターは分離後それぞれ独立して行動し、防御範囲を自在に操作可能。一般的なビームならば理論的には1機だけでも十分防げるが、モビルスーツの全面を覆うには3機程度は必要になる。密度を高めればビームサーベルの斬撃すら無効化するが、ウィングゼロのツインバスターライフル級のビームに対しては数度の防御が限度。さらに高指向性のレーザー兵器にフィールドを貫通されるなど、決して無敵の防御装備ではない。ビルゴには4機、後継機のビルゴ2には8機のディフェンサーが装備され、ガンダムデスサイズヘルのアクティブクロークも同様の技術が応用されている。クラッシュシールド。円盤状の専用シールド。シールドとしての性能は高く、完全防御こそできないものの、ツインバスターライフル級のビームも威力を幻滅し持ちこたえる。中央部にはビームサーベルが内蔵されており、格闘戦に使用される。このサーベルに用いられた技術はアルトロンガンダムのツインビームトライデントにも応用される。ビームガン。ピストル状の小型ビーム砲。基本的に近距離用の牽制装備である。威力は高くないものの連射性と取り回しに優れる。はい、続いては付属品と武装類についてです。バイエイト、メリクリウスともにパーツ差し替えでフェイスカバーの開閉を再現可能です。はい、ハンドパーツはバイエイト、メリクリウスともに同じ内容が付属しています。はい、ビームキャノンは背面にマウントされています。展開する場合は背面から一度取り外し、伸ばしたアームを左脇の下を通して再度背面に接続固定。もう片方の背面の大型ジェネレーターとつながっているエネルギーケーブルを右側から持ってきてビームキャノンの末端と接続します。背部大型ジェネレーターは開閉します。計10機のプラネイトディフェンサーはジョイントとなる突起の位置変更が可能です。また計4箇所に差し込みが可能で、ある程度自由な形に連結することが可能となっています。また付属のフレームとスタンドによって
10機を個別でもディスプレイが可能となっています。クラッシュシールドの先端にはビームサーベルエフェクトを装着可能です。はい、こちらがビームガンとなります。はい、可動についてはご覧の通りですね。ある程度広い可動域だとは思いますが、肘関節については90度ほどしか曲がりません。また股関節、横方向の開脚にもやや難があるかと思われます。特徴的な部分を挙げますと、肩関節の前方向への引き出し、股関節の下方向への引き出しなどが可能となっています。はい、合わせ目ですね。胴体側面、ショルダーアーマーの天面、前腕の後ろ側、膝関節横のスラスター、武装ではビームキャノンとビームガン、以上に合わせ目となります。また足裏の一部に肉抜き穴があります。はい、ということで以上 HG144/1 バイ8&メリクリウスの組み立てとレビューでした。どうもありがとうございました。失礼いたします。